ルキウス・ワレリウス・フラックスは、紀元前2世紀後期、紀元前1世紀前期の共和制ローマの政治家。紀元前100年に、執政官、紀元前97年にケンソルを務めた。フラックスは、ローマで最も著名なパトリーキである、ワレリウス氏族の出身である。ワレリウス氏族の祖先は、サビニ族であり、王政ローマをロームルスとティトスタティウスが共同統治した際に、 ローマへ移住したとされる。その子孫に、共和制ローマの設立者の一人で、最初の執政官であるプブリウス・ワレリウス・プブリコラが、いる。その後、ワレリウス氏族は、継続的に執政官を排出してきた。特にフラックス家は、紀元前3世紀中盤から、 紀元前一世紀中盤まで活躍し、メッサラ家と並んで、ワレリウス氏族の中でも最も繁栄した。フラックス家は6代にわたり、失政官を出している。父は、紀元前131年の失政官ルキウス・ワレリウス・フラックス、ソフルキウスは、紀元前152年の失政官、ソウソフルキウスは、紀元前195年の失政官で、 紀元前184年にはマルクス・ポルキウスカとケンソリウスと共に観察官を務めた。さらに、コーソフ・プブリウスは紀元前227年の執政官、その父・ルキウスは紀元前261年の執政官であり、フラックスのコグノーメンを使ったのは彼が最初と思われる。フラックスは父と同様にマールス神殿の最高神官についていた。若い頃から この名誉ある役職は彼に社会的地位と共に政治闘争が絶え間ない当時の世相の中で安全を提供した。新官職の規則に従い、フラックスはローマ市内に留まらなければならず従軍する権利はなかった。このため身勝った功労や卓越した能力を示すことはできなかったが最高位のポストにつけたのは新官としての地位のおかげかもしれない。 執政官就任年とウィリウス法の規定から逆算して、フラックスは遅くとも、紀元前103年にはプラエトルに就任したはずである。紀元前101年末、フラックスはガイウス・マリウスと共に執政官選挙に立候補した。マリウスはすでに5回も執政官を務めており、どんな犠牲を払ってもその地位を維持しようとした。このため、ワイロと彼の軍の退役兵を使い、 二度目の失政官を狙ったクイントゥスカエキリウスメテンルスヌミディクスの当選を阻止した。結果、マリウスとフラックスが紀元前100年の失政官に選出された。この年には様々な出来事があったが、フラックスの関与に関する情報はない。ただ、プルタルコスは全ての状況を考慮に入れて、フラックスをマリウスの同僚というよりもむしろ共犯者と呼んでいる。 紀元前97年には、プレブスのマルクス・アントニウス・オラトルと共に、観察官に就任する。歴史家、エルンスト・ベディアンは、国勢調査において、ローマに多くの非ローマ市民のイタリア人が居住していることが判明し、このため、紀元前95年に、リキニウス・ムキウス法が制定されたと示唆している。この法律により、正当なローマ市民権を有することを、証明できなかった。 イタリア人はローマから追放されることとなった。監察官としては五民官マルクス・ドゥロニュースを元老院から除名しているが、ドゥロニュースは最実にお金を使うことを制限する法律を成立させていた人物で、その除名により法律は停止された。一方のドゥロニュースは監察官任期が終わるのを待ってオラトルを収賄罪で告訴したその後フラックスは政治から離れる。 マルクス・アイミリウス・スカウルスが紀元前89年頃に死去すると、存命の観察官経験者の中で最高齢となったフラックスは元老院筆頭となった。政治活動に参加しなかったことがローマ内戦中の安全につながった。紀元前88年、ローマではマリウス派の五民間プブリウス・スルピキュー・スルフスがクーデーターを行うがバルカン半島に出征していた。 執政官、ルキウス・コルネリウス・スッダは、ローマに戻り、これを鎮圧しマリウス派を一掃する。翌紀元前87年には、再び外政していた、スッダの隙をついて、マリウスとルキウス・コルネリウス・キンナがローマを占領した。この間にスッダは、バルカン半島で、ポントスとの間に第一次、ミトリラテス戦争を戦っていたが、同時にマリウス派との決戦の準備も行っていた。 フラックスが紀元前85年に元老院筆頭として演説を行い、スッラとの和平実現プロセスを協議させている記録があることから歴史学者は元老院には両派閥間の妥協案を提唱した影響力のある中道主義者のグループがいたと考えている。このグループの指導者がフラックスであり、他にはルキウス・マルキウス・ピリップス、グナエウス・コルネリウス・ドラベッラ、 マメルクス・アエミリウス・レッピドス・リウアヌス等がいた。しかし、戦いが避けられないことが明らかになった時、中道主義者たちは次々とスッラの側に回っていった。紀元前82年、この内戦でスッラが勝利する。フラックスは長く任命されていなかったインテルレクスに任命される。そもそもインテルレクスの任務は何らかの理由で失勢感が人気を全うできない場合、 新たに失政官を選出する民会を招集することであった。しかしフラックスは失政官選挙は行わず法律を制定し共和国に秩序を回復するためにすらに終身陸タトルの権限を与える法案を提出した。この法案は成立しフラックスにはマギステレクイートムの地位が与えられた。キケロは演説の中で全ての法の中で最も不公平で 法律らしくないのは、インテルレクスのフラックスがスッラにおもねって定めた。彼のしたことはすべて批准されるべきで、これは意味べき法だが、彼自身というよりも、あの時代の妖精であったと語っている。フラックスの没年に関する記録はない。しかしキッケロは、紀元前63年のガイウス・ラビリウスの弁護において、個人フラックスはまだ人々の記憶に新しいと語っている。また、 ルキウス・コルネリウス・レントルス・ニゲルが、紀元前64年に、フラメン・マルティアリスに就任していることから、歴史家エフミ・ウンツァーは、フラックスの没年を紀元前64年と、推定している。フォークマン・エイッチ・バレリアス89、ポリーズ・リアリエンサイクロペディ・デア・クラシスカン、オルタタムス・ウィセンシャフト、カラ1948、BD7A1 コール2311、 ありがとうございます。